セットアップとは衣類のコーディネートの一手法を指すファッション用語。セットアップスーツとも称する。組み立てスーツの意味。一般的にレディメイドのスーツは上下セットでサイズが設定されることが多く、あるサイズのジャケットに対応するボトムスのサイズは一つである。しかし、上半身と下半身の体格のバランスには当然個人差があり。 ジャケットのサイズはぴったりでもボトムスのサイズが合わない、などといったことが起こりうる。このような場合、レディメイドスーツであれば、部分的にサイズ直しなどを施して対応することになるが、セットアップスーツの場合には、ジャケットはジャケットで、ボトムスはボトムスでそれぞれに自分の体格に合ったサイズを選んで購入し、それを合わせることによって、スーツとして着用するため、 サイズ直しなどの手間をかけずに自分の体格にジャストフィットするスーツを購入しやすくなる。また必ずしもボトムスをセットで買わなくてもジャケットのみで着用できる商品をラインナップすることもある。この場合、販売業者はジャケットを単品で販売し対応するボトムスを購入すればスーツとしても着用可能というコンセプトで販売する。スーツ以外にも単に 上下揃いの服という意味で、カジュアルウェアにもセットアップ式のものがある。上下の素材や色は違っても、組み合わせることによって、統一感にある着こなしができるものを指す。上着、ボトムスのみならず、バッグや帽子、靴などのファッション小物類まで全てセットで販売することをセットアップと称する場合がある。ありがとうございます。